先ほど来られたお客様が僕と一緒にカレーの話をしてたんよね。で、芦屋にあるインディアンカレー、そこのカレーが結構辛いけどうまいっていう話をずっとしてたんよ、カラーしながら。ならお客さんが行きたくなってきた、お昼空いてたら持ってくるねって言うてくれはって、ただ次のお客さんまであんまり時間ないんで早速食べていこうかなと。でここのお店テイクアウトもあるんやけど10分以内に食べてくださいというカレーで、お客さんダッシュでなんか来てはったダッシュで来てくれはった、ありがたいね。早速いただきます。めちゃくちゃ辛いらしくて、なんか卵がないと食べられへんってそのお客さんは言うてはって。めっちゃいい匂いするわ。結構さらっとした感じのルーかな。でキャベツのピクルスが、これが結構美味しいらしくて、そのお客さんはいつも大盛りで頼むらしいねんけど、10分以内やからね。結構しっかりお肉も入っててめっちゃうまそうよ。じゃあいただきます。めっちゃ辛いんかなその後のお客さん大丈夫かな。うまっ。いや確かに結構辛い、いや辛いけどめちゃくちゃ辛いっていうより甘みがさっきバーンときて後からじんわり辛くなるタイプのカレーかな。スパイスもめちゃくちゃ効いてるね、これ。うまっ。あ、全然いけるわ。うん、でキャベツのピクルス、あ、うまっ。うん、うまいわ。ちょっとキャベツのピクルスのせて、ピクルスもごっちゃに混ぜたろ。何で10分以内やろね。やっぱり美味しさ保つためかな。わざわざ電車乗ってこれ買いに行ってまた持ってきてくれはって、ありがたいね。
秒で、いや確かに結構辛いわ。うわ、なんか腐ってるかもしれない。エナジーさ、しまった。変なお茶飲んでもた。急いだ動画になってしまってるけど、10分以内に食べないといけないカレーを5分以内に食ったでした。またなんか、いやほんまは次の月曜日に行こうと思っとっていいよ。ここいろんなメニュー食べようかなと。ただイレギュラーにありがたいことにお客さんがお弁当を持ってきてくれはったんで食べました。ごちそうさまでした。これも可愛いでしょ。次のお客さんカレー臭かったらごめんなさい。